非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはお客様付き合いや集客がうまくいかなくて悩む気持ちを簡単に変えられるたった一つの方法っていうことについてお伝えしたいと思います。今日はどちらかというとマインド寄りの話ですね。私はコンサルティングをする上でもちろんノウハウっていう、例えば、YouTube 集客とか Facebook 集客といった、そのノウハウそのものをお伝えする時もあるんですけれども、そもそもその根底にある、私の場合で言うと先生がクライアントさんが一番多いので、先生、クライアントさんですねの、心持ちというか気持ちの持ちようによってですね、結局そのノウハウがうまく稼働しないケースが多いんですよね。で、その時にはまずそのマインドを整えるというか、考え方を整えることによって、案外簡単に、そのノウハウがうまく起動するような話になることが多いので、今日はちょっとそんなお話があったので、マインド寄りのお話をしてみようと思います。まずですね、その、お客様の付き合い方とか、集客がうまくいかないっていうところで悩む気持ちとか、あと落ち込む気持ちとかがある時があるんですけれども、そんな時に、何を基準に考えたらいいのかっていうことを、結論から今日はお伝えしますとですね、まずですね、他人は変えられないが自分は変えることができるという、この原理原則というか、この一言に尽きるんですね。じゃあ具体例を挙げると、例えばそのお客様、クライアントさんにとっての、お客様ということは生徒さんということになるんですけれども、生徒さんが、すごくわがままで、例えばキャンセルを自分勝手にいっぱいしてきてっていうようなタイプの人がいた時にですね、その人の資質性質っていうのは基本変えられないと思った方がいいですね。そういうことをやる方っていうのはそういうことなんだという、まず認識をする必要があります。そしてその人に対して、どういう対応を自分がしていくのかっていうことですよね。自分はそんなことしないのになんだか気持ち悪い、でもその人はお客様だし、一人いなくなると辛いというふうに自分が思って我慢をして付き合うというふうに決めれば、もうその人ってそういう人なんだっていうことで諦めるっていう方法になりますね。だから振り回されようと何にされようと諦めるという、自分がそう決めればそうなるだけですよね。で、かといって、じゃあ、そういう人とお付き合いするの気持ち悪いし、もういいやっていうふうにもしも思うのであれば、その人は変えられないという前提があります。変えられないということは自分が変わるということで考えた時に、もうその人とのお付き合いと縁がなくなってもいい、だけれどもきちんとしたルールを伝えて、それにもしもその人が変わって従ってくれればその通りお付き合いすればいいわけで、従ってくれないのであればこれまでにしようということで、ルールをきちんと伝えてダメだということであれば、じゃあもうこれ以上はお付き合いできないのでお断りしますと言えればですね、その方とのお付き合いが終わるかもしれないですし、自分がそう決めるということですね。だから自分がそう決めるっていうのは、その方を変えるということは基本諦めるということです。その時にその人に合わせて自分が付き合うか、これ自分が変わることでもあるし、その人を遠ざける、もうお付き合いなくしていいという、当然売り上げは下がりますけれどもね、それでいいというふうに決めれば、自分はそちらの方向に変わることもできるので、自分はどのようにでも変わることはできるということを理解すると、その人付き合いに関して悩む必要がなくなるっていうことになります。その人はそういう人なんだ、では自分はどうしたいのか、自分はこの人とは付き合いたくないなと思ったら、終わらせるという方向に向かえばいいですし、そんな人でも私はこの人とは付き合っていきたいと思うのであれば、とことんもう自分が何も考えずに、変な気分になることもなく、その人と付き合うと決めればいいだけなんで、どのみち自分は変えられるということですよね。
で、同様にですね、例えば料金が高いとかっていう話を言われるっていうのもよく聞く話なんですけれども、これも全く同じです。高いという方は、そのあなたのサービスに対して高いという価値観しか持てないタイプの人なんですよね。時が経って、その人自身の生活が変わったり、環境が変わったり、価値観が変わるケースもあります。が、しかし今その人にですね、こんこんと、例えば自分のサービスはこんなによくって、こんなに価値があるから、だからこの金額なんですっていうのを時諭してもですね、その人の価値観というのは基本変わらないっていうふうに思った方がいいです。変わる時になってまた再度出会えばいいんですけれどもね。だから変わらないとすると、それをこんこんと解くっていうのは、まあ無意味なことであるんですね。ということはどういうことかっていうと、自分の価値が分かってくれる人のところに話をしに行く。だから自分が動くということになります。これを実際の、まあ集客がうまくいかないっていう方に例えると、もちろん値段のバランスが本当に悪い場合もあります。市場調査とかをあまりしないで、べらぼうに高い無謀な金額をつけていて、誰からも、それが支持されないっていう場合には、当然逆の自分を変える、そこに合わせる、世間に合わせるかっていう自分を変えるっていう選択肢も一つあるんですけれども、本当にそれを求める人にとってはそれは全然高くない価値のもので、でそれを求める人を自分が探しに行ってない、ないしはその場所から動いていないから出会えてないだけ。動くっていうのは本当に移動するっていう動きを伴う動くではなくて、インターネット集客上を、こういう人に向けてあるレッスンですっていうのをきちんと明示しない、ないしは誰でもいいように受け入れるように書いてしまっていると、結局文句を言うようなタイプの人も集めちゃうことになってしまうので、要は価値観が違うということですね。だから価値観が合う、理解してくれる人を自分がちゃんと探す努力をしているのか、その1、その2はその人にとって分かりやすく内容をきちんと書いているかっていう、まあ、この2つが、まあ必要になってくることになると思うんですよね。ですから、それを努力してるかしてないかっていうことが、まあ結局集客がうまくいくいかないっていうことに結びつくんですけれども、根底が他人は変えられないっていう根底を持っているのであれば、そのお客様が高いっていうのであれば、その人とあなたは合わないということになるので、合うタイプの人を探しに行くか、その人に合わせるかのどっちかなんですよね。だからそれによって、こう自分が気分を害したりとか、残念に思ったりとか、私のサービスダメなんじゃないかって思ったりする必要はないということになります。だからそこで悩む必要がないっていうことですね。割り切ることができるんであれば悩みにならない。今、自分が問題視するから問題になるっていう、違うところでもお話ししたお話があるんですけれども、変えられないって割り切れば変わらないんですよね。だからその上で自分はどうするかって言って、基本悩む方向に自分を持っていかない方がいいです。悩むと、先に動かなくてはいけないことを停滞するし、あとは本当にそのサービスを欲しがっている人へ届けるのが遅れてしまうので、基本悩まない方がいいです。だから悩まないためには、他人は変えられない、でも自分は変えられるっていうことを理解すればいいっていうことですね。で、同様に、まあ、よくいけすの魚の話をしますけれども、要はそのいけすの中に魚があんまりいなければ、当然そこに餌をまいたとしても魚は見つけてくれない場合もあるし、生けすの中の魚がお腹いっぱいだったとしたら餌には見向きもしないことになります。だけれども、ある生けすの方には魚がすごく山盛りにいて、それもみんなが餌を奪い合ってお腹が空かせてる状態で餌がそこにあれば、それは普通にパッとついて食べようとして争われるっていう、まあ、需要と供給の関係の問題もあるんですけれども、そういうことを考えると、どこを自分が、集客の場として選ぶのかということが、まあ、一つ大きなポイントになってくるので、今の状態が
まあ、どれぐらいきちんと発信してるのか見してるのかっていうのは別として、できてる状態があったとした時にですね、自分にとっていい言葉じゃない言葉を言われる、高いとかキャンセルされてしまうとかね、そういう状態の時にはもちろん自分のレッスン内容を謙虚に見直す必要もあるんですけれども、そもそも自分に合わない人を自分が引き寄せてないかということも考える必要があるし、その人たちばっかりがいるんであれば違う場所で、その自分のサービスを求める人にちゃんと発信できないかって考えるっていうのも一つの手になります。これは他人は変えられないが自分は変えられるっていう例の一つです。そしてもう一つはですね、まあ、その考え方をする時に、まあ、例えば集客もそうですし、まあ、これはノウハウ寄りの話になるんですけれども、そのノウハウをお伝えした時に、まあ、それはやったことがないからできないとか、やったことがないから不安ですとかいう方いらっしゃるんですけれども、いや、やったことがないから自分が変わるということでその手段を取る必要がある場合があるんですよね。要は同じことをやってるのであればうまくいかない自分の延長なだけなので、結局変わらないんですよね。だから自分が変われば世界が変わるので、例えばやったことがない集客方法だったらトライをしてみるっていうことも当然必要ですし、やったことがない、言ったことがないルールをお客様に伝えると、それによってお客様が離れるかもしれなくても、今までがそれで自分がいい状態じゃない状態を作ってきてしまったっていうのを自覚があるのであれば、そこで離れるかもしれないっていう覚悟をしてでもお話をするケースがある。それは教室の変革の時期とリニューアルの時期なんですね。だから他人は変えられないんです。その人たちはそれが嫌だと言えば去っていく可能性はあるんですけれども、さらに自分がいい状態で飛躍をしたいと思った時に、自分が変わるという時にはそういう痛みを伴うケースが当然出てきます。で、例えば、同様にですね、自分を可愛がることによって届くべき人にサービスが届かないようなケースがあります。よく一般的に言われるのは、教室の先生の場合だと顔出しの件ですね。ご家族のね、猛反対があったりとか、いろいろと事情があるケースは仕方がないです。そのできる範疇で、例えば出来上がる作品の素晴らしさ、美しさ、そちらだけで勝負するっていう方法もあるので、ただハードルは高いです。顔出しがないっていうだけで信じてもらえない可能性が高くって、今はどちらかっていうと教室の先生というのは信用商売に近いところがあるので、この先生信じられるよねっていうことで高くても講座に入るということもありえますし、まあ、高くなくてもですね、そもそも行くか行かないかっていう基準が顔が出てないっていうだけで相当不利になります。で、同様にですね、まあ、私は動画とかは非常に効果的だと思ってるので、クライアントさんに動画をおすすめするんですけれども、その際もご本人のやっぱブロックっていうのがあって、いや、私そんな喋れないし、顔出しなんてとんでもないっていう方いらっしゃるんですけれども、効果があることを私はコンサルタントとして伝えているわけなので、そこはやっぱりやってみるっていうことをしてみるのも一つ手だと思うんですね。特に今はまだ教室業の先生においては動画は皆さん使っていないので、使うだけでも、まあ教室の先生の先のお客様ですね、お客様にとってはあなたの人間性がとてもよく分かることになるので、やはり動画っていうのはとても効果的なので、お伝えしているわけなんですよね。で、その時に例えば自分の羞恥心ですね、あ、恥ずかしいとか、いや、そんなことできませんっていう、こう自分に対するブロックですね、これっていうのはどちらかっていうと自分を可愛がってることになりますね。本当にそのサービスないしは、それをきちんと伝えたいというふうに思って、その手段が動画がいいよっていうことがもしも一つの選択肢としてあり得るのであれば、やっぱりそれはトライするっていうことだってやってみたらいいと思うんですよね。プライドが高い方っていうのは、例えば生徒さんからお客様からね、見た時に「先生そんなことまでしてしたいんですか？」とか言う人もいるらしいんですよ。余計なお世話なんですけどね、そんなこと言われるのは。でも自分が
自分のサービスはすごくいいものだと信じていて、それをきちんと伝えたい人に伝えるっていうことで、動画が全てとは言いません。いろんな手段があるのをやりきるかどうかっていうことですね。そこにはだから恥ずかしさってあんま関係ないんですよ。だって届くべき人に届いた方がいいと思うからです。で、働くっていうことは、まあ、漢字想像したら分かると思うんですけど、人偏に動くと書いて働くというふうに言います。だから自分が恥ずかしいとか言うのはまだ自分中心で動いてるということですね。それによって伝わる人に伝わればどんな手段だっていいっていうふうに私は思っているんですよ。だからそれが動画が伝わりやすいなら動画を選択すればいいし、私が、本を書こうと思ったきっかけと事情と理由何個かあるうちの一つにですね、まあ、いろんなコンサルタントさんいます。で、私はその方たちを批判するつもりはありません。いろんなケースでその方のところに行って、まあ、相性の問題もあると思うんですけれどもね、ごくごく稀に、まあ、詐欺に近いような方とかもいらっしゃる時があります。で、その方を選んでしまって、高額な料金を払い、そして全然成果が出なくて残念な思いをした方が、後に私のことを知って、先に知っていればお願いしたかったっていうことをメールでいただくケースが増えてきた時期があったんですね。これは決して私自身のスキルがあるというふうに言ってるわけではなく、まあ、その選んだ方もその方を選ぶっていう目がないっていうことも社会勉強の一つなので、それはそれで仕方がないことだと思っているんですけれども、その方が私を知る機会がもう少し早くにあれば、選択肢として増えたはずだったんですね。私以外の人でも全然構わないんです。だから選択肢を増やしてあげるっていうことのために、私は露出認知を増やすべきだというふうに考えて、認知活動今でももちろんやってますし、そのためにも本を出すべきだというふうに思いました。人によっては本を出すことによって、それこそアマゾンレビューで、叩かれるというかですね、いろんな考え方の人いらっしゃいますので、ひどいレビューがついたりとか、いろんな感想がついたり、まあ私の場合には幸いに今のところおおむね、すごく皆さん役に立ったっていう、まあ、本当にそういう届けたい人に届いたっていう感想をいただけてるのはありがたいんですけど、とはいえ自分が意図しないレビューをいただいたり批判をされたりすることもあるんです。だけれども、それでもやっぱり伝えたい人がいるから本も書くし、こうやって動画を作るわけですよね。だから批判したい人はもちろん批判すればいいし、それは私のお客様ではない方ということになります。批判するから当然私のところには来ないですよね。でも本当に必要としている人に必要とする情報が届かないことの方が残念なので、だから私はその方たちのことは無視っていうかスルーですね、して、届くべき人に届けたいから文章も書くし動画も撮るしっていうことをやってるわけですね。なので、基本的には他人は変えられない、でも自分は変えられる。だから自分がその動くべき人、働くっていうか、人のために働くと書いて働く、動くと書いて働くと読むんですが、その人たちのために何かできることはあるのかっていうことを悩むのはいいと思います。だからうまくいかない人と付き合うことで自分の気持ちとか神経がすり減らされることに、心は使わない方がいいということです。だから変わらないからです。他人はコントロールできない、でも自分はコントロールできる。だから自分で自分をコントロールしていい状態を作っていく。そうするだけで悩みがね、ほぼなくなるはずなんですよ。だからよくよくいろんなことで振り回されて悩むタイプの人は、どちらの方に自分は向いてるのか、誰に向くべきなのかっていうことを考えてみる一つのきっかけにしていただければと思って、こちらの動画を撮りました。ご参考になさってください。それでは。